だ暑い時期は終わりませんね。ハビウスクール、いやあ、先生の気をつけてよ。ちょっとね、前回の選択肢でね、選んでない方を選んだらっていう展開を見ていきたいと思います。というのもね、俺、動画内で選ばなかった選択肢を、後で一人で全部見ているんですけども、そしたらね、こちらの選択肢を選んだ時の展開があまりにも衝撃的すぎたので、皆さんにも紹介したいと思います。戦闘態勢を取ったやつ。戦闘態勢を取った。言い換えれば、ファイティングポーズだ。空手の肩のような構えを取る。ちなみに俺は別に空手を習得しているわけではない。ただの見よう見まねだ。形から入るタイプ。それでも黒薙に対するプレッシャーにはなり得たそうだ。どこまでふやかよみをしてんだ偶然にも宮下流空手の構えだったらしいわ。何なんだ宮下流空手って。どこの流派なんじゃ。だよく知ってるな、お前。なんだか本当だか嘘だかわからないような動揺をしている。というか、宮下流なんてあったっけか。ならば、最初から俺も出さねばなればいい。編み出したばかりの正真正銘の新技を。新技だと？だが新技たるもの必ず未調整だと相場が決まっている。つまり技を出す習慣に隙が。戦略。え、黒薙は何とも形容しがたい妙なフォームを取った。だがそのフォーム全く隙がない。大技を繰り出すときに必ず生まれるかすかなウェイトすら感じられない。名前が普通。ダメだ、この技は避けきれない。次の瞬間、俺は黒薙の腰の入った重い拳に吹っ飛ばされて意識が薄れていく。負けるんですよ。で、負けた後が、黒薙、いつの間にこんなにすごい技を繰り出せる能力を得ていたんだ。というか黒薙、全力って一体何を略したんだよ。目を覚ますと薄暗い天井が目についた。あれ、これはって思った人もおるよね。そうか、ここは保健室。やっちまったな。俺は黒薙の必殺パンチを受けて倒れたんだったな。そんな俺の顔を覗き込む人がいる。それはあれ近いんだよな。近いんだよな。保健室の主、佐々木ひじいだった。体の調子はどうかしら。痛みはないですけど。あら、まだ起きちゃダメよ。でも本当に大丈夫ですから。今まで俺もいろいろと保健室に立ち入った生徒の末路を見てきた。それを考えるとあまり長きしたい空間ではない。授業が遅れたら嫌ですんで、俺はこれで。俺は苦笑いをしながら起き上がろうとする。起き上がろうとして気づく。手と足に枷が施されていることに。監禁だ。あれ、どうして俺拘束されてんの。まだ起きちゃダメって言ってるでしょ。悪魔のささやき。保健室の主はにやりと怪しい笑みを浮かべる。それはまるで獲物を見つけた肉食獣のような表情だった。あの先生、笑いながら声をかけてみたが、おそらく俺の今の笑みは引きずっているであろう。先生は俺の呼びかけにも答えずにブツブツ何かを言っている。俺はそれに耳を傾けてみる。すると、入学してきた時からちょっと可愛いと思って狙ってきたのよね。でも警戒しちゃってて、今までなかなか機会がなかった。でもこんな好機に巡り会えて、ひじり嬉しい。カズト、ヤバミ、ものすごい寒気がしたのは決して冷房が効きすぎているせいだけではないだろう。ようやく機会に。
もう逃がさないわよ。先生は恐ろしいことを言いながら白衣を脱ぎ捨てる。その下はカードのラインが分かりやすい薄手の服だった。セクシーだけど、まあ確かにスタイルはいいよな。ってちょっと先生、あら、何かしら。俺は先生のカードのラインの異常に気づく。先生の胸が思いっきりずれてるように見えるのは俺の目の錯覚でしょうか。あら、本当。先生は手を胸元に突っ込んでもぞもぞやっているが、次の瞬間胸が両方ともずり落ちる。その後の胸には膨らみはみじんも残っていなかった。パッドだったわ。俺パッドだって、これ当たっちゃった。当てました。俺の目には義乳なんてごまかせねえんだよ。嬉しくねえよ。そうじゃないかとも疑ってはいたんだが、先生。あら、今頃気づいたの？鈍いんだから。でもね、心はしっかり女なのよ。それは体は男って言いたいんですかね。見た目は男、心は女。それは佐々木ひじり。ちょっと待って、やべっ、俺まだ清い体なんです。いいのいいの、お姉さんに任せなさい。いただきます。いや、俺の悲鳴が学校にこだました。バードエンド。というわけで、前回の続きに戻ってきました。まさか肘先生のおっぱいがやはり義乳だったとはね。ああ、せめてさ、おっぱいが本物だったらね、ウィンウィンになる、ギリギリウィンウィンになっとったところだったんやけどな。ああ、あれだからさ、ああだからいい評判を受けんかったんだろうな。女性はともかく男性がつぎ込まれてさ、あーな目にあったらさ、まだ何かさあったはずなんやけどなーって、いい評判もあったはずなんやけどなーって。では続きやります。さて、午前中の授業も終わり、めでたく昼休みだ。お、高崎、今日は珍しいことに最後まで授業を受けてたな。おい、それじゃ俺がいつも授業の途中で抜け出してるみたいじゃないか。いや、抜けてる時あったろ。違うのか。基本的に俺は真面目な生徒なの。だから真面目な授業は受けるが、真面目ではない授業は受ける必要ないけどな、とここで付け加える。まあそれはともかく、今日は実は家からパンを持ってきている。つまりわざわざ購買部まで買いに行く必要はないということだ。さて、そのパンを今日はどこで食おうか。まあ屋上に行ったらあの女の子と出会えそうな気がするな。行こうかな、屋上。最近あの女の子成分が出てない気がするからな。ただ教室に残って食べようったら委員長と話してるきるんかなって思ったら、どっちがいいんだろうね、これ。みんなどっちがいいと思う？個人的な委員長と話したいというね、欲望を抑えながら、この最近ちょっと謎の女の子と話登場があまりなかったなと思いながら、そっちを優先したいと思うゲーム実況者の鏡。やはり昼飯を食べるのに最適な場所は屋上だろう。それとあの少女が今日もいるかもという気持ちもあるのかもしれない。自分でもなぜだかわからない。だがなぜかあの少女のことが気になったのだ。学校内で最も風景のいい場所といえばここだ。俺は適当なところに腰掛けてパンを食べようとしたが、そこにはすでに先客がいたようだった。来たか。おー、狙い通り謎の少女が出てきました。
委員長の出番がちょいちょい前からあったけんね、この謎の少女の出番を増やしてあげたいんだなと思いましてね、この選択肢を選んだ所存。それは昨日ここで会ったあの少女だった。またお会いできましたね。夢の中の先輩とは全然違うよな、喋り方が。ああ、また会ったな。隣、いいかい？でもシチュエーションだけはさ、あの夢のみたいな感覚かもしれない。少女がこくりとうなずいたので、俺は少女の隣に腰掛ける。そしてパンをかじりながら少女の様子を見てみると、今日は風景を見ずにカバの中をごそごそと漁っている。何が出てくるかなかと思うと、それハンドパペットか。ハンドパペット、パペットパペットでもやるんか。少女は国威とうなずく。これでエンタの神様出ようとしてるのか、お前。見るとそれぞれ動物の形をとっている。白フクロウとヤドカリ。それってもしかしなくてもヤドカリだよな。コクリ、少女は肯定した。やっぱりそのようだ、妙なチョイスやな、ヤドカリとか。俺の目の錯覚ではなかったんだな。しかしこういうのって普通は獣じゃないのか。ふかふかな獣の類がデフォルメされて可愛く収まるのが相場でなのである。俺はそのキーなカップリングのパペットを見つめる。しかしなんでパペットなんて持ち歩いてるんだ。わからねえか、エンドの神様目指してんだよ。少女は答えない。どうやら適当な言葉を探しているようだ。もしかしてそれで人形劇でもするとか。少女はうなずく。どうやら正解だったようだ。しかしそのカップリングで一体どのような劇が展開するんだ。ちょっと気になるぞ。え、わしがヤドカリの体をつつきまくって食べまくるというグロテスクな劇が始まりそうな気がする。あのさ、よければその劇ちょっと俺に見せてくれないか。あれ、ちょっと劇を見せるっていう夢の中とリンクしたような内容になってきたぞ。少女はヤドカリとフクロウとにらめっこするようにしばらく見つめると、やがてうなずいた。見終わったら感想くださいね。ああ、それくらいお安いご用だ。少女はうなずいて立ち上がる。どうやらこれから劇をやってくれるらしい。俺は拍手で少女がこれから上映する劇を迎える。これは人間の立ち入ることのできないような深い深い原生林の中でのお話です。うん。その原生林の中にヤドカリがただ一人で住んでいました。ヤドカリはずっと一人きりで殻に閉じこもって暮らしていました。そのためかヤドカリの殻はどんどんと固く厚くなってゆき、今では誰の声も寄せつけなくなっていました。昨日も今日もそして多分明日もずっとずっとヤドカリは暗い殻の中一人で過ごすのでしょう。その日は雨でした。しかしヤドカリにとっては外の天気など関係ありません。ヤドカリはいつも殻の中の闇に閉じこもっていましたので。しかしその日はいつもとは違っていました。おお、なんかある。そう、誰かが殻を叩いているようなので。扉を叩いている音に聞こえたね。扉と同じ素材出てきてるんだね、その殻。扉開けてみたいな感覚やな、これ。ヤドカリは不思議に思って殻から顔を出しました。そこには美しい翼を持った白いフクロウがいました。フクロウだったわ。ええ、くちばしで殻つついたらあんなトントンっていう音出てくる。絶対音違う気がするやけどな。
このフクロウが殻をつついていたのです。何か何かって食べられるような一歩手前みたいになったのよ。ヤドカリはいぶかしむような目でフクロウを見つめました。しかしフクロウはヤドカリのそんな態度に構わずにこう言いました。君は毎日殻の中にいるようだけど飽きたりはしないのかい。このフクロウは何を言ってるのだろう。飽きたりなんかしない。するはずがない。その時のヤドカリにはフクロウの言っていることの意味が分かりませんでした。ヤドカリにとってはそれが当たり前のことだったから。だから逆にこんなことを言ったのです。じゃああなたは息をすることに飽きることはあるの？なんか哲学みたいなことを言い出したこのヤドカリ。その言葉にフクロウは丸い目をさらに丸くしてキョトンとしました。しばしの間空気悪いなお前ら。無言でただ見つめ合っていました。そろそろフクロウもあこんなやつに話しかけるんじゃなかったって思い始めておうかもしれないぞ。そのまま二人の住む世界の歪みの分だけ静寂は続きました。気まずいなこれやがてその長い長い沈黙を破ったのはフクロウの方でした。フクロウは本当につぶやくような声で言いました。うん。その殻の中だけが今の君の世界なんだね。なんかなんかちょっと中二感があるな。え？あのさ、一緒に外の世界見に行かない？いや、外はきっと怖いものがいっぱいあるから。ヤドカリは殻の中に入っていこうとしました。じゃあさ、僕の話を聞いてくれるだけでいい。無理に連れ出そうとなんてしないさ。それくらいなら。顔だけ殻の中から出したヤドカリを見てフクロウはうなずいて話を始めました。そのフクロウがし始めた話はどう見考えても詐欺でしたこの森を抜けるとそこには美しい一面の花畑があってね。そこでは小鳥たちが楽しそうにさえずっているんだ。フクロウの話は長い雨が止むまでずっと続きました。うん、劇が終わった。少女はぴょこっとお辞儀をする。パペットマペそうしているように見えるのがどこか可愛らしかった。パペットマペット。さて劇の率直な感想は？悲しい印象だったな。なんか悲しい劇だな。フクロウもヤドカリも知っている世界が違いすぎるからさ、すれ違っちゃってるじゃないか。そうな、お互いがお互いの世界の話をしてお互いがそれを理解できないという、そういう感じ。世界ってそういうもんかもしれんな。でもフクロウは自分の知っている世界を見せたいけど、ヤドカリはそれを固くなに拒み続ける。どちらも報われないよ。そう考えると結構哲学的な内容なのかもな。って人形劇なのに何を深読みしてるんだ俺は。深いことを考えずに展開を楽しむってのが人形劇の正しい視聴の仕方なんだよな。俺は気を取り直すとこう言った。面白かったぜ人形劇。何を伝えたかったかはよくわからんけどな。この人形劇って続きがあるんだろ？続いてほしいというか、続きがなかったらなんか起承転結を点で止まっとるもんな。少女はうなずく。俺の予想通りのようだった。話の流れ的に中途半端だしな。だったら今度続き見せてくれよ。なんかこの人形劇気に入っちゃったよ。突然新キャラクターとか出てくるんだろうかな。ヤドカリ
フクロウ、新キャラクター、エネル。なんでだなんかエネルできた。ゴッドエネルできた。雷を増やしてくる。黒衣とうなずく少女。全部いっぺんにやろうとすると、ちょっと長い劇らしい。これからもここで人形劇を少しずつ見せてくれるそうだ。ああ、そうなのか。水飴とか配る感じのやつなのかな。紙芝居やる前に水飴を子供たちに配るような感覚でないかな。フクロウとヒヤドカリか。高崎、昼休みの間どこ行ってたんだよ。探したんだぞ。寡黙系の少女とイチャイチャしてたんだ。羨ましいだろ。なあ、黒薙。ん？なんだよ。フクロウとヤドカリって分かり合えるのか。黒薙に、ね、話しても絶対理解されないようなことを喋り始めたよ。え、何言ってんのお前。わけわからない。当然の反応。俺にも訳が分かんねえよ。え、一体どうしたんだよ。いや、なんでもない。そろそろ授業始まるぞ。しばらく黒薙は納得のいかない顔をしていたが、やがて修行のチャイムが鳴ったので席に着いたようだった。確か次の授業はこれルートが終わったやな。ちなみに院長との出会いを求めて教室を選んでみたらどうなるのか考えてみれば、わざわざ飯を食うためだけに移動するのどうだろう。いっそ教室で食べても別に何も変わらないのかもしれない。まあ今日に限って言えば移動するのが億劫なだけだが、俺は自分の席に腰掛け直すとカバンの中からパンを取り出す。あ、はるかちゃんか。そうじゃ、はるかちゃんとのなんか絡みをちょっと、あ、そうでもないか。バスケの時があったけんな。バスケットボールのキャッチボールの時があったけんな。するとはるかがやってくる。どうしたんだはるか、食堂に行かないなんて珍しいな。今日は僕、ああ、弁当を作ってきたんだ。わあ、これ幼馴染から弁当を振る舞ってもらえるボタンのやつだったわ。わあ、こっちの方がギャルゲーしてんじゃねえか。こっちの方がギャルゲーしてんじゃねえか、畜生。見ると弁当箱を手に抱えている。それでね、量を作りすぎちゃったんで、ちょっと食べるのを手伝ってくれると嬉しいんだけどさ。食べた分の栄養胸に送り込めばいいのに。そうか、そういうことなら一緒に食べようぜ。俺は空いている席を借りてそこに座るようにはるかを促す。なんかさ、運動部やしさ、結構食べる印象があるんだよな。勝手な決めつけやけど。どんだけ作りすぎたんだ弁当お前は。はるかは席に座ってお弁当箱を広げる。お重箱が出てきたらどうする。5段ぐらい出てきたらどうしようかな。見てみると確かにボリュームがある。院長のおっぱいです。ボリュームの面で言えば院長のおっぱいです。うん、いただきます。こうしてみるとここが高崎家の食卓みたいに感じるな。この唐揚げの味も食卓に並んでても不思議じゃないし、というか本気でうまいなこの唐揚げ。揚げ物は揚げたてが一番うまいと相場が決まっている。つまりは揚げたての唐揚げなら無条件にうまいのだ。しかし冷めてもうまい唐揚げを作るのは容易なことではない。はるか、また料理の腕を上げたな。お料理の本借りてきたんだ。おすらじみの料理の腕前がよくわかる本。本当にはるかの研究熱心なところには頭が下がる。そういえばはるかの料理といえば、はるか、一つだけ聞いていいか。え、なんなのさ。ああ、ここでも選択肢あんの。選択肢多いな結構このゲーム。究極の料理とは何だ。究極の料理って何だと思うか。俺はカップ麺だと思いますね。
お湯を入れて3分で出来やったうまいもいラーメンが食えるんだぜ。あれは極みですよね。究極って何なのさ。それを俺が聞いている。料理の鉄人吉野遥から見て鉄人究極の料理って何だと思うか。一度聞いてみたかったんだよ、遥かに究極とは何かと。悩んでる悩んでる。ね、究極っていうのが何を示すのかわからないけどさ、やっぱり心のこもった料理ほどいいものはないと思うよ。精神論だった精神論だったわ。心か。うん。他の人が言ったなら笑い飛ばすようなことも料理上手のハルカが言うと説得力を帯びてくるのがすごいな。ってことはこの弁当も大皿始めの俺のために心を込めて作ってくれたんかな。なんてことをしながら昼食を取っていると、あー結局院長も出てくるんだね。これ黒薙と院長が言い争いながら教室へと入ってきた。なんかワイドこの二人夫婦みたいなやり取りをしてるような気がするんやけど。なんでだよ、いいじゃないかよ院長。若干藤原竜也みたいな喋り方で出てきました黒薙。あのね、ちょっとは常識考えなさいよまだ非常識なことをやりかしたんだな黒薙。どうしたんだ、もしかしてお前ほんまに委員長に乳絞らせてくれって頼んだんか。それはデリカシーないよ、妄想だけの中にしとけよお前。別に迷惑かけてるわけじゃないからいいだろ。セクシャルハラスメントなんだよ、セクシャルのハラスメントなんだよ、女の子に乳絞らせてって頼むのは。そんなことしたら少なからず不特定多数に迷惑かけるに決まってるでしょ。え、迷惑かかるのは委員長だけな気がするけどな、乳絞りは。二人ともどうしたんだ。聞いてくれよ、聞いてよ。二人同時に言わないでくれステレオじゃあるまいし。そうだぞ、 ASMR とかそういうタイプのあれじゃないんだぞお前。すると黒薙が引いて委員長が口論の理由を話す。それは想像を絶するものだった。黒薙くんったら教室で流しそうめんするな。なんだその昔の鉄腕ダッシュみたいな企画はお前お前 TOKIO に憧れたかお前鉄腕ダッシュかお前、流しそうめんえ、いいじゃないかよ流しそうめんよくないわよ、みんなの迷惑になるでしょ。わあいいなって集まりそうな気もするけどな、なんかちょっとならばみんなも一緒に流しそうめんを食べればいいじゃないか。なんでそうなるのよ。委員長は流しそうめん嫌いか嫌いじゃないけどって、そういう問題じゃないでしょちょっと今揺らいだだろお前、ちょっと揺らいだだろお前。まあまあ落ち着いて、これは黒薙が悪いな。そうやな、俺俺その意外そうな顔はお前もちょっとは常識というものを学んだらどうだよ。そうだぞ、世界一非常識な男め。個人曰く無理を通せば通り引っ込む。うるせえ、都合のいい解釈すんじゃねえ。そうやって黒薙とバタバタしているうちに昼休みが終わる。黒薙たちと過ごすといつもこんな感じだった。これはこの時で楽しいんだが、昼休みくらいはもうちょっと優雅に過ごしたいものだな。俺は苦笑しつつも次の授業に備えて準備をする。確か次の授業で音楽の授業になるわけじゃ。なるほど、よっしゃ、じゃあ時間も時間なんでこの音楽の授業は次回で回させていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。みんなもね、女性に対して変にセクハラ発言はやめような。俺が言うことじゃないけどな。じゃあな。